ねえねえカリンちゃん、おう、北尾さんどうしたな。どうしたのじゃなくて、カリンちゃん、どうもしないのかよ。いやいや違う、カリンちゃん、これ俺の枕だから。そんなの早いもの順だよ。いやカリンちゃん、早いもの順とかじゃなくて、それ俺の枕だって。カリ、猫界では早いもの順だって習ったもん。ああ、そうかそうか、いい子だね。ありがとう。うんうん、よし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 。でもさ、カリンちゃん、うん、それは俺の枕だから返してほしい。やだよ。ほら、あっちのソファーすごくいいよ。そんなにいいならスタッフさんが行きなよ。ほら、カリンちゃん、返して。ああ、そうやって強引なことするんだ。カリンちゃん、やめろ。そんな強引なことするなら、パンチをお見舞いするよ。いや、パンチ飛んできたわ。で、あ、カリンちゃんひどい。でっけい。いって。ほら、言わんこっちゃない。カリンちゃん、諦めてほしい。じゃあソファー行こう。やめろって言ってんだろ。カリンちゃん、その枕じゃないと寝れないの。やんのか。やらないって。でい、あ、言って。カリンちゃん血出たかもしんない。もう怒ったよ。カリンちゃん、ほら、どいて。で、ああ、カリンの鉄拳を出してしまった。まあ、こうやってさ、教えてあげることも大事なんだよ。こうやって成長していくんだよ。ちょっと、これは一体何ですか？これはね、カリンちゃん、チョップ。チョチョップ。あ、いや、違う。チョップ。あー、そんなのは何でもいい。こんなことしていいと思ってんの？もうカリンちゃん避けてくれないからね。こうするしかないよね。いいんだね。その右手、失うこととなるよ。望むところだ。いいんだね。よし、ノコギリ攻撃だ。あぶねえ。もうカリンちゃんいいじゃん、避けてよ。ほら。やめろって言ってんだろ。本当に。まあ、しつこいな。